最初にこのヘッドライトですね、はい、実際ヘッドライト加工させていただいて、はい、インナーブラックに塗らせていただいてるんですけど、はい、普通だとメッキの部分が見えてる状態なんですけど、中ブラックに塗らせてもらってツヤありなので、また、違うヘッドライトのような感じでかっこよくなってます。そうですよね、黒に変わっただけでやっぱり顔の印象が変わりますし、なんかグリルとも色が合ってるんで、はい、いいと思います。そうですね、で次ね、これダイナスティのグランドバッパープロテクターなんですけども、デモカー仕様で3色で塗り分けさせてもらってます。なるほど、はい、ここラプター塗装ですか。そうですね、ここラプターで塗らせてもらってて、あ、ラプターやっぱ人気ですもんね。人気ですね、もう絶対これは持ってこいって、ね、でここにアローデイライトをつけさせていただいてて、はい、このデイライトがあるだけで雰囲気だいぶ変わります。かっこいいですね。かっこいいです、これは、ね、続いてサイドですね、はい、この車についてるオーバーフェンダーなんですけど、アイデンティティの 9mm のダウンオーバーフェンダーになってます。はい、まあ、あんまり外に出ないので車幅的にも変わらないんで、車検の時とかもこのまま行けるんですけど、まあ、何もないよりかはついてた方がかっこいいかなと。まあ、シンプルやけど、そうですね、やっぱりついてる方がアルミもちょっとね、うん、映えてみるんで。そうですね、で次ね、はい、このアルミなんですけど、はい、ベルベット V8 の、はい、20インチのアルミ発火してます。はい、こちらカラーなんですけど、通常カラーですか。はい、オプションですね。ゴーストペイントっていうカラーになってるんですけども、今回のこのデモ感のために塗らせていただいたカラーになっているので、オプションになってます。なんかボディカラーとぴったりですし、そうですね、ビル角度によって色が変わって、そうですね、すごい綺麗ですね。はい、それでは次、内装のご紹介をお願いします。はい、しようと思います。まずデモシートが2脚搭載されてて、はい、4ナンバー8輪乗り、そうですね、はい、IF の VR8 となってます。で、シートのデザインなんですけど、純正キャラバンと同じデザインになってて、はい、やっぱり人気ですね。人気ですね、一番しっくりくるかなと思います。で、形状がフラットシート、フラットですね、これはなってて、はい、幅が1200になって、なんで1200かと言いますと、はい、なんと2段ベッドになってます。2段ベッドのね、あの家具を買わさないといけないから、そうですね、いつも1300多いんですけど、1200で2段ベッド、で天板もキャラバン純正と同じデザインでなってますね、はい、これはもうお子さんに大人気なんです。そうですね、もうこれ荷重もね300キロまでだと耐えれるんで、じゃあもうお父さんと子供さんとかでも入れますね。とか、もう喜ぶでしょうね。あとはもう荷物が多くて、はい、棚を作りたいとか、棚がないとちょっと乗せきれないって方にね、おすすめですね。おすすめですね。あとはこちらのキャラバンにもついてるおなじみのセンターコンソール、大人気。はい、ナロー用と同じになるんで、ワイド用とは違ってカップホルダーが3つついてて、はい、ソフトダンパー加工になってるんで、はい、手も挟まない、はい、安心安全になってます。はい、で、タクト君がこのキャラバン製作するにあたって、はい、こだわったポイントありますか。こだわったポイント2つあるんですけど、はい、まず1つ目なんですけど、エアコン横のこちらのパイオニアのスピーカーですね。なるほど、はい、10センチになってるんですけど、はい、あのこれつけるだけで音質全然違うんですよ。そうですね、はい、なのでつけさせてもらっているのとフリップなんですね。はい、カロッツリアの 10.2 インチのシルバータイプの方のクリップダウンさせてもらってるんですけど、はい、2段ベッドもありますし、そうですね、お子さんとかが、ね、クリップダウンでテレビ見たりするために快適に過ごせるようにと思ってつけさせていただきました。確かに、まあ、ハイエースのキャラバンも、はい、ちょっと2列目以降がスピーカーの位置によってあの聞きづらい時が多いっていう声をよくいただくんで、はい、やっぱりここにねスピーカーつけられる方今すごい多いと思うんですよ、うん、多いですね。あとはこう2段ベッドなんで、今回はその2段ベッドの上からちょうどの高さなんですよ、フリップが。だから上でお子さんが寝転んでても、はい、動画も見れちゃうっていう、うん、素敵なカスタムに今回なっております。間違いないと思いますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次にあの新作のログギアを紹介していこうと思います。まずこちらブラックのボディのハイエースなんですけども、こちらはあのまあ YouTube の動画でも先日発表させてもらった通り、まあ、エグジストのエボでフロイヤルで巻いております。で、まあ、ぐるっと中ですね、一番の大注目のログギアクラシック、これがリアルウッドを黒く塗装してウォールナット調に見せてる室内空間にしてます。すごいあの落ち着きのある雰囲気で、あの
木の香りとかあのニスの香りもすごいいい匂いがするので、あの車の空間とは思えないような仕上がりになってます。でもちろんこの車は弊社であれば1ナンバーから3ナンバー構造変更して8人乗りにすることができますので、レボシートを2脚つけて、まあ、対面のラウンジだったりリラックスのソファー展開したりとか、前向きに8人乗ったりとか、フルフラットのベッドにして車中泊とか何でもできる車になってます。で、あとはこちら、今回新しく発表したダイナスティベルベットの VS7 になります。この18インチのホイールはこのダイナスティグランドのオーバーフェンダー 25mm 幅になりますが、この 25mm 幅に合わせた QJ のサイズのホイールになってますので、よくねオーバーフェンダーをつけてホイールが中に入ってしまうとかあるんですけども、そういった格好悪くなることがなく、しっかりオーバーフェンダーとホイールの面が合うように設計されてます。これもね立ち上がりがよくラウンドしてますので、まあ、スポーティーに見えるデザインになります。あとはこちらですね、サイドステップダイナスティグジストシリーズの、まあ、サイドステップがついてるので、これも立体感があって、まあ、かっこいいサイドステップになってます。それがリアバンパーですね、まあ、すごい大人気のリアバンパーになります。これもダイナスティグジストのリアバンパーで、専用に左右の、まあ、マフラーカッターになります。2本出し2本出しでその4本出しになりますので、結構インパクトあってね、でもちろん車検も対応になりますので、リアビューもねすごいインパクトがあって、フロント周りに負けないようなデザインに仕上がってます。で、あとは後ろですね、やっぱりこの普通のリアルウッドでも明るい、まあ、キャメルのインテリアのウッドとブラックのインテリアで全然見た目も違うと思いますので、まあ、よりクラシックに、まあ、見えて落ち着いた雰囲気で楽しめるのかなと思います。次にこちらもう一台のログギア、まあ、先に発表させていただいたモデルになりまして、まあ、明るいウッドで仕上がってます。で、レボシート実はこのように後ろ向きにして、よく見てもらうと車からもうシートが出てくる形になりますので、よくアウトドアとかされる方はお分かりになると思うんですけども、足がね結構ドロドロになると思うんです。こちらに例えば座って足をきれいに流してあげて中に乗り込むってことができますので、まあ、アウトドアとかでそのまま重宝されるようなシートレイアウトになってます。で、次に後ろのエアロパーツですね、ダイナスティブランドのアイデンティティが出しているリアアンダースポイラー、まあ、これはどんなスタイルでも似合うシンプルなデザインになってますので、フロントがシンプルであれば、まあ、リアアンダーつけるのが一番おすすめかなと思います。あとは先ほどと同じようにグランドのオーバーフェンダー、これも ABS 製で 25mm 幅になってます。で、それに合わせてこれが前回の、発表してたダイナスティベルベット V12 のバンキッシュってデザインになります。これもあのワイドのオーバーフェンダーに合わせてのリムになってますので、大きくラウンドして、まあ、逆ぞりしますので、まあ、ローダウンスタイルももちろんかっこいいんですけども、まあ、上げスタイルが一番似合うホイールじゃないのかなと思います。あとはサイドのドアパネルですね、これもダイナスティグランドシリーズから出てる、サイドのドアパネルになります。車のプレスラインに合わせてパネルを作ってますので、まあ、後付けというよりかは、まあ、純正であるようなエアロスタイルに仕上げてます。で、次に中ですね。で、シートに関してはこれもレボシート T レボの1300幅になります。先ほどのログギアクラシックはフラットタイプだったんですけども、このログギアに関しては成形タイプになってるので、まあ、山の凹凸があって座りやすいシートになってます。デザインもヴィンテージレザーのキャメルで仕上げた商品ですね。で、次にセンターコンソール、こちらもすごい大人気な商品でいつも紹介してるんですけども、まあ、セパレートで開閉できて、まあ、ゆっくりソフトダンパーで閉まると。こちらのマットに関してもヴィンテージレザーに合わせてキャメルで縫製仕上げてますので、お好みで製作することが可能です。で、最後にフロント周りですね、まあ、まず上に大きく目立つ IPF 商品の LED ライトバーをつけさせていただいてます、まあ、これなんかアウトドア感を出すような商品になってるのと、あとはあの作業灯としてしっかり登録してますので、車検灯も対応で取り付けすることが可能です。ただボンネットパネルですね、これもダイナスティのグランドからできてる ABS 製のバッドフェイスのボンネットパネルになるのと、
まずはまあディグニティの2眼でシーケンサーでウィンカーが流れるタイプの商品になってます。あとはバンパープロテクター、これもすごい大人気な商品になってますので塗り分けて、でさらにラプター塗装ですね、もうアウトドアといえばラプター塗装で浸透してきてるんじゃないかと思いますけども、まあ、ラプター塗装があってガンメタを入れてボディカラーを入れてますのでメリハリがあって、まあ、SUV 感がすごい強い商品になると思います。はい、ということで今回プロボックス、いつものテレンカー家のデモカーなんですけれどもご紹介したいと思います。ではまずフロント周りですね、グランドのフロントプロテクターが付いている形と純正ヘッドライト加工の一眼プロジェクターヘッドライトの LED タイプになります。いつもね付いてなかったものが IPF さんのライトバー付いてたと思うんですけれども、今回ねハードカーゴさんから協賛で、うちのデモカーに付けてく欲しいということで、協賛いただきました商品ルーフラックですねを付けさせていただいて、 IPF さんの、LED が、6連付いてるのとデイライトが3つ付いてる形になってるんで、結構この上げスタイルにすごくバランスよく付いてる形になります。で弊社でも取り扱いできますので、いいなと思った方はご連絡いただければ装着もできますの で、 でしかもねこの横に付いてるものが今回ちょっとね出せないんですけれども、サイドオーニングですね、これで横にターフが出てくる感じになりますので、キャンプとか車着していただくときにご使用いただけるかなと思います。この後ろ回りなんですけど、まあいつも通りのねヴィンテージのベッドマットキャメルですねのカラーの方で仕上げさせてもらってます。あとリアスピーカーっていう形になってるのと、あとリア周りですね CF 今回ヘリンボン使ってるので、まあこの辺はいつもご紹介させていただいてるのと一緒になります。じゃあ次もう一台のプロボックス行きたいなと思います。はい、じゃあ次、こちらアッシュの方のデモカーの方の紹介なんですけれども、まあフロント周りはね基本ついてるパーツは一緒なんですよ。今回ロースタイルですね。まあ以前もねローダウンで名古屋モーターショー、大阪モーターショー展示させていただいたんですけれども、今回、まあ、フロント周りは一緒なんですけれども、まあ、横回り見ていただくとアルミホイール今回ちょっと変更させていただいて、こちらねバルドさんのオクトパスっていうアルミホイールになってまして、15インチの2ピースのアルミホイールになってます。で通常はもうオーバーフェンダーなしではちょっと入るサイズっていう設定はないんですけれども、今回展示用で、前後ちょっとキャンバー付けさせていただいて、ちょっとアウトローな感じでデモカー作ってみたので、また通常のプロボックスとは違うかっこよさが出たかなと思います。で次新商品あるので次の紹介いきましょう。はい、じゃあ今度リア周りなんですけれども、今回新商品のルーフスポイラー、これもねちょっとデザインこだわらせていただいて2段の形で造形させていただいた感じになります。ちょっとねやっぱり今までやってたのを見ると、プロボックスってこの上のねルーフのところがちょっと寂しかった部分があるんで、まあ今回塗り分けは、まあ、全体的なものと合わせて黒で作らせてもらってます。以前出させてもらって、まあ、アッシュの車に付いてたんですけど、リアバンパースポイラーこちらに関しては、最終ちょっとデザイン変更が行われまして、これがちょっと最終形の生産させていただく形となりました。でフロントのグランドと同様でブロックを以前よりも大きくして、内に入れるところは入れたデザインで、出るとこは出てて入れるところは入れるっていうような感じでね、デザインちょっと今回させていただいて完成したので、オートメッセでお披露目させていただく形となりました。こちらも実際そうですね、3月中頃から末ぐらいからは製品の方がもう上がってくる感じとなりますので、気になる方はご注文いただけたらなと思います。はい、じゃあ次はジムニーですね。コセタにあるジムニーなんですけれども、今回はね、ジムニーシエラベースとして作らせていただいて、まあ、エアロはエアロオーバーさんのフルキットを装着させていただいて、まあ、いつもそうなんですけど、まあ、今回、ホライゾンのジムニー用のアルミホイル、マットブラックディスクにブラックアルマイトリム、ちょっと今までやっぱりこうリムっていうのは全てあの光沢リムのバフアルマイトを使ってたんですけれども、今回はちょっとブラックアルマイトっていう形でちょっといかつめな形で作らせていただきました。で一応ねこちらあの、まあ、コブラさんからのあれなんですけれども、ブレーキの方も変更させていただいて、アクセントも入ってかっこよく仕上がってる形となっております。じゃあ次こちら
ジムニーのマフラーの方になるんですけれども、まあ、今こう吉村さんのねサイレンサーが入ってる形になるんですけれども、一応ね弊社としてまあこのマフラーのサイレンサープラスジムニー用の左出しになるマフラーのジョイントっていうのを販売させていただいてるので、こちらもねちょっとスポーティーな感じに仕上がるんですけれども、気になる方がおられましたらお問い合わせいただけたらなと思います。いかがでしょうか。一週にわたってね、はい、たくさんのパーツやカスタムをご紹介させていただきました。はい、小松さん、オートミスどうでした？そうですね、たくさんねお客さんも来ていただいて、いろんなねお話もありの、ね、商品買ってもいただき、はい、お車もご制約いただき、はい、大変充実した3日間でしたね。そうですね、はい、でもね、まあ、ここに展示してないパーツとかもまだまだありますし、はい、今年ねさらに新商品どんどん今作っていってるところになるんで、まあ、今後いろんなものをまた YouTube とか TikTok、SNS 等で発信できたらなと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、今後も弊社チャンネルの方を見ていただけたらなと思います。気になるパーツやカスタムがございましたら、ぜひ石田リフのホームページからお問い合わせいただければと思います。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。